Google ドキュメントの音声入力を試してみたいと思います。まず Google の検索に Google ドキュメントと入力して、 Google ドキュメントオンラインでドキュメント作成って出てくるので、これをクリックしてみます。そうするとインパクトのあるドキュメントを作ろう出てきましたね。これで Google ドキュメントを使うクリックしてみます。新しいドキュメントを作成というところに履歴書とかいろいろありますね。空白をクリックしてみます。そしてツールで音声入力ありますね。コマンドシフト S 始まりました。許可を求めています。マイクを使用する許可しますね。では始めてみましょう。 Mac の音声入力との違いっていうのを見てみたかったので、 Google ドキュメントの Google の音声入力を試してみたいなと思ったんですけれども、どうやら Mac の音声入力はキーを押してある程度いったら停止しなければダメなんですけど、この音声入力は結構ずっと喋ってても大丈夫ですね。そして今のところあまりまだ見直してはいないですけれども、誤植が少なそうな感じがします。一旦ここの辺で切ってみましょう。切ってってなるけども、あ、打ち直しました。切ってみましょう。切ってを見ましょう。切ってみましょう。なんだ、何言ってんだ。なんかちょっとさっきの考え直して変換し直してくれたような気がしました。ここまで喋っていますが、感触としては漢字のミスも少ないようですし、英語がちゃんとスペル正しく入力されています。 Google ドキュメント、そしてマッキントッシュを考え直した。まあマッキントッシュとカタカナで打った後に、先ほどは英語でマッキントッシュに変換し直しましたね。ちょっとたまに考え直したものが間違って入力し直したりもするようですけれども、かなり音声入力精度高いと思います。ではこの辺でそんな喋っててもあれなんで、これで一旦このマイクのマークをクリックして音声入力を停止してみます。 AI のビッグデータで変換できてるんだと思うんですけど、この辺まあ丸とかはね後で打つことになるのかもしれない。かなり長文でもというか、多分ずっと喋っててもできるんじゃないかなっていうぐらい長いお話も入力できました。ではこうやってマイクで喋っていて入力されるのはわかる。しかし私にとって課題だったことがあります。ちょっとそれをやってみたいと思います。私がやりたかったのはパソコンから出てる音声を音声入力できないかなっていうのを思ってました。というのが、例えばですけど先ほど私がアップした YouTube の動画、この動画のテキストが欲しいとなった時に、その YouTube の動画を流して入力できるようにしたいと思いました。これは字幕とか下のあのテロップとかそういうのにも使えるので、ちょっとできないかなと思ったんでやってみました。ちなみに私はあの Mac を使っています。 Mac の設定を変えてみます。まずシステム環境設定を開きます。サウンドのところにサウンドエフェクトの出力入力ってありますけれども、この入力がまあマイクを使っていると、この私は USB マイクなので USB でマイクだと入力できますけれど、これを内蔵マイクにして Google ドキュメントで入力するための動画の音声を再生します。今私の YouTube 動画をパソコンから再生しています。これで Google ドキュメントで音声入力をしてみます。マイクを押してみます。
環境設定でうまくいく時もあるし、うまくいかない時もあるっていう感じだったので、では次の手を打ってみようと思います。環境設定をですね、今度は出力を内蔵スピーカーにして、入力は USB にして、力技です、マイクをパソコンの方に向けます。これでやってみます。 YouTube を再生します。で、画像をマイクをオンにします。どうしたらいいかということなんですが、ズファインダーみたいな機能があります。この下の文章がマイクを向けてパソコンから流れてくる私の YouTube 動画の音声を入力したものです。黙って見てましたけど、部分的には直さないといけないですけれども、自動的に分量関係なくここまで文章できました。これは使えますね。音声で直接キーボードを使わずにテキストを起こすっていうのにも使えるんですけど、私はありものから文字を起こしたいっていうのがすごく前から思っていたので、これはいいですね。 YouTube の字幕にも使える、さらにはテロップ出しにも使えると思います。もしあなたも便利そうだなと思ったら、ぜひ使ってみてください。はい、それではGoogle ドキュメントの音声入力がパソコンから出る音源も入力できるかということをやってみました。ありがとうございました。みぞうでした。